アルマトイ州アルマトイ州省アルマトイ州は中央アジアのカザフスタンの州の一つ。東に中華人民共和国の新疆ウイグル自治区に、南にキルギスタンに接する。北西はカラガンダ州、北は東カザフスタン州、西はジャンブール州に接する。州都はタルギコールガン。人口169万2951人。 面積223,911平方キロメートル。地域内に、同国最大の都市アルマトイがあるが、行政区画としては、アルマトイ州に含まれない。主な水域は、バルハシ湖、アラコル湖。16の地区と3地区休市に分かれる。アラコル地区地区行政センター所在地、ウシャラルバルハシ地区地区行政センター所在地。 バカナスカラタルチクチク養成センター所在地、ウシトベアクスチクチク養成センター所在地、ジャンソグロフサルカンドチクチク養成センター所在地、サルカンドコクスチクチク養成センター所在地、バルピクエスケルィチクチク養成センター所在地、カラブラックケルブラクチクチク養成センター所在地、サリオゼクパンフィロフチクチク養成センター所在地、ジャルケントジャンブールチクチク養成センター所在地、 宇治流し入れチクチク行政センター所在地、お手元はチェイル、カラセイチクチク行政センター所在地、カスケレンタルガルチクチク行政センター所在地、タルガルエンベクシカザフチクチク行政センター所在地、エシクイングルチクチク行政センター所在地、チュンジャライームベクチクチク行政センター所在地、ケゲニ。 ザ・オフィシャル・ポータル・オブ・オキマット・オブ・アルミティ・レギオン、2013年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ、2013年8月7日閲覧。ありがとうございます。